日の昼下がり皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、アイデアの IOK、OK、収録により <laughs>、えー、6月25日土曜日に <laughs> 2回目の放送という <laughs> ことになっております、えーと。本日は7月2日ですね。えー、と本日ですね、北中城村の大城中村家住宅のそばでですね、えーと、6時ぐらいからですね、ムーンライトコンサートがありますので、 ぜひとも足を運んでいただければいいかなと思います。えっ、ー、とですね、9時ぐらいまでやっておりますので、あの僕今そっちで、えー、お手伝いをしているはずなので、今日は収録という形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。えっ、ー、とですね、アイデアのあ u OK はですね、高滑モールさんを,をスポンサーしてですね、提供でお送りしております。 えっと、コンカツモールさんというのは NPO 法人コンカツモールで、えー、っと、皆さんの結婚を応援している企業さん、NPO 法人さんになりますので、もしよかったら、えー、っと、ネットで検索してもらえればいいかなと思ってます。えー、アイデアの IOK、OK、で,です。で、えー、アイデアの IOK、OK、では、えー、っと、まあ、あの、アイデアこと山下光二マスオがですね、あのー、皆さんの、まあ、何か日頃の愚痴などもうまく、 いい方向に持っていければなと思っているのでメールなども募集しておりますが今日は収録ですので、えー、と今日メールが来たら来週に <laughs> 持ち越していきたいなと思いますメールアドレスは 797-fmgno1.com797-fmgno1.com となりますえっ、ー、とですね、えー、おそらくですね えー、婚活モールさんがスポンサーに入ったっていうのは実は、えー、と今月7月からですね婚活モールさんの幸せ宅急便が、えー、ストップするということなので、えー、婚活の話はこちらでどしどしやっていきたいと思いますので、えー、と婚活ね悩んでるよとか婚活したいんですけどどうしたらいいですかだけではなくてですね、あのー、子どもの婚活のことが気になるとか 婚活事情が知りたいとか、そういうことがあっても、ぜひぜひアイディアの愛用 k に送ってください。一応ですね、出会いから子育てまで、えー、っと、あのー、幅広くですね、取り扱っている番組で、まあ、僕もその出会いから子育てまで、今真っ最中ですので、ぜひぜひ、あのー、メールいただければ嬉しいと思います。えー、っとですね、ツイキャスと、 ユーストリームでもですね生放送の時はですね発信しておりますのでぜひともそこも含めてですね、あのー、ご参加いただければと思いますがなん何回も言いますが、えー、今日は収録なので <laughs> あの残念ながらあのツイキャストをお答えできないのがもったいないなと思ってるんですが、えー、とまたよかったらですねあの土曜の2時お昼下がりにはですねアイデアの愛用を消してますのでメールと、 よろしくお願いします。別に土曜に限ってません。メールは。<laughs> いつでも来てもらえば。で、Facebook でですね、山の下に幸せ二つで、えー、と、質問していただいても対応できるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、i o、OK、k 1時間よろしくお願いします。 アイデアの IOK、OK、をお送りしております。<laughs> ちょっと喉の調子がおかしいですね。<laughs> えっとですね、あの、今日のテーマも話さずですね、もう、あの、はめに入っちゃったんですけど、えー、っと、今日はですね、あのー、コミュニケーションについて少し話していこうかなと思っていて、まあ、出会いから子育てまでっていうことで、で、もともとですね、専門が教育学という専門なので、 あのやっぱりねあの子どもとコミュニケーション取らないと授業ってできないんですよねそういう意味ではあの教師ってコミュニケーションのプロだと思っているのでまあ僕がどこまでコミュニケーション能力が高いかっていうのは測る術はないんですけどまあ,あの知識としてはですねあるものとかあの今までの経験からこうやったらいいんじゃないかなっていう話を少しできたらいいかなと思っていてでなんかコミュニケーションって あの得意な人とかもいると思うんですけど、まあ、僕も、まあ、得意とは思ってないんですよねできればしたくないっていう <laughs> 若干引きこもり気味なところがあるんですけど、あのー、でもあの、まあ、いろんな人にやっぱ「上手ですね」とかよく言われるんですけどコミュニケーションって何なんだろうってやっぱちょっと考えてみないとこういう話できないかなと思って少し考えたんですけどあのコミュニケーションって あのー、まあ話が上手いとか、まあ、聞き上手っていうだけじゃないんですよね結構コミュニケーションって結構難しいものだなって最近思っていてあのー、話が上手な人はただの話が上手な人なんですね講演会する人とかあの一方的に話すの上手じゃないですかでその人がコミュニケーション能力が高いかどうかっていうとまあそれは分かんないですよねまあ高い可能性はとっても秘めてはいるんですけど でも、あの、人と話してるときに自分の話ばっかりされたら困ったり、結局自分のこと聞いてもらえなかったってなっちゃうと、これ、あの、人間の信頼関係としてはなかなか結びづらいものがあるんですよね。まあ、それに対して、じゃあ聞き上手がコミュニケーション能力が高いかっていうと、やっぱ聞いてるだけだと自分のこと知ってもらえないので、まあ、その辺のこの、両方うまいことかけは、 架け橋としてこう、うまくやらないと、コミュニケーションって結構難しいよなと思っていて。で、まあ、それがうまくできる人っていうのは、まあ、なかなかいないと思うんですよ。で、まあ、コミュニケーションが上手な人っていうのは、もうほとんどいないっていう <laughs> 話を、まあ、いきなりするんですけど、まあ、でもそうやって、その、コミュニケーションって、やっぱ難しいんだなっていうところを、やっぱスタートにしないと、 なんか誰でもコミュニケーション能力があると思うとなんかそこには落とし穴があるような気がしていてまあちょっと少し考えてみようぜっていうところがちょっと僕にはあったのでちょっと今日はコミュニケーションっていう話をしていこうと思うんですけどあのまあコミュニケーションってあのうちの,あの僕は大学生の頃先生が言ってたのが会話のキャッチボールですよっていう話をしていて で大事なのは投げて受け止めてで終わるコミュニケーション論っていうのは多いんですけど投げて受け止めてまた投げ返すまでがようやくコミュニケーションですよと投げて受け止めるまでじゃなくてですねやっぱあの相手の話を自分が話してその相手の話を聞いてその後にもう一回それをちょっとですね自分なりにアレンジしてこう会話を進めていかないと。 あのコミュニケーションにならないんじゃないかっていうのがう話を聞いてですねああそうだよなっていうふうに思ったんですよねなのであの一方的に喋ってると自分のことは知ってもらえるかもしれないけど相手のことが知らない聞き上手だと相手のことは聞けるかもしれないけど自分のことを知ってもらえないっていうのでどっちも足らないので両方ともうまいことバランスよくやらないといけないっていう点ではコミュニケーションって非常に難しいなとは思ってます。 で、じゃあ難しいから私にはできないなっていう話ではなくて、あの、まあ、何よりもやっぱりよく聞くことなんですよね。で、よく聞いて解釈するというか、咀嚼することがとっても大事で、で、なぜよく聞かないかっていうのと、えー、よく聞かないといけないかっていうと、まあ、あの、授業でもそうなんですけど、あの、子供と、 子供とコミュニケーションを取って授業するっていうイメージの先生って少ないと思うんですけど <laughs>、あの、コミュニケーションを取らない、人間関係ってやっぱコミュニケーションがすごく大事で、コミュニケーションを取りながら授業するととってもいい授業ができるんですね。で、そのコミュニケーションっていうのが何かっていうと、子供のことをよく知るってことなんですよ。これは教育用語で子供理解って言ってて、で、まあ、これって、 でこの教育的なものだけではなくて、まあ、人を理解する、相手のことをよく知るっていうことが、まあ何事においてもコミュニケーションとしてすごく大事だなと思ってます。だから、相手がどんな興味を持っているとか、相手がどういう反応をするとか、もう正直、いろんなこと考えますね。<laughs> 人と話すときは。で、まあその中で、えー、っと、まあこういうと反応をすると、 まあこういう答えが入ってくるだろうだけではなくてこの人の言葉の裏にはこういう思いがあるんだろうっていうところまで読み取るとあの言葉を返す時にコミュニケーションが取りやすくなるんですねで僕よく言われるのがあのあそれが言いたかったんですよって <laughs> よく言われるんですよここなんですよねあの相手が言葉足らずで言ったことを こっちで解釈ししてて咀嚼して相手は本当はこう言いたかったんだろうなと思ったことをパッと返してあげることがコミュニケーションがあげるというよとちょっと偉そうですけど返せるかどうかがコミュニケーションじゃないかなと思ってますただ本当に簡単なことではないので難しいだろうなと思いながらあの僕はあのまあ僕はその じゃあなぜこういうことができるようになったかっていうともうバカみたいに子供と触れ合ってきてますしたくさんの人と話してきてますしたくさんのやり取りをやってきているのでそのこういうことができたりします。で、えー、とコミュニケーションが上手かどうかを置いといてですねまあなんだろうな僕がそのコミュニケーション能力が高いとか自慢したいわけではなくてですね あのまあ、何が指標になるかなーって考えた時にあの今回今日ですねあるムーンライト7月2日土曜日にあるムーンライトコンサートっていうのがあるんですけど僕引っ越してきてまだ2回目のムーンライトコンサートなんですねこれ地域行事で地域区民が作る行事なんですよあの役場から言われてやるものではなくて地域の人たちが あの実行委員になって実行委員長がいてその人たちが一緒じゃあ一緒にやろうっていう形でやるんですけどまだあのオーグスクっていうところに引っ越してきてまだ高々かか2年ですよ <laughs> 2年も経ってないんですけど実は1年半2年弱ぐらいなんですけどで、えー、っと僕が引っ越すちょうど引っ越す時期にちょうど大城、えー、にはスージグワー美術館っていうのがあったあるんですよね でこのスチルクア美術館っていうのは何かっていうと地域を開放してオープンガーデンをしながら、えー、とオーグスクってその街,並みがあ道道街並みというか道沿いがきれいなので、まあ、ちょっと本当に近くの沖縄を感じさせる中村家住宅っていう国指定の文化財もあるので、まあ、それも含めてですねこの、まあ、ちょっと昔の沖縄の、えー、と様子を残した 集落ななのでで、まあ、それを見ながらですねオープンガーデンの花とか緑とかまあ,あのうち古民家なので古民家を開放して見てもらうっていうイベントをやるまあそのあとぐらいに引っ越す予定だったんですけどまあちょっと人がいないと寂しいからあのー、数字画美術館ってこう歩きながらあのー、まあ街を、まあ、散策するイベントなんですけど、まあ、そこの ポイントにもなってるし誰もいないの寂しいから引っ越しはなくてもいいからいてちょうだいっていやいてくれないかなってお願いされてまあそこは一応引き受けてだからこれは引っ越す前なんですね僕から言うと純粋にはだから荷物も何も入ってない状態で子どもたちと娘と一緒に過ごしたのがまあおよそ2年前でまあこれが毎年11月に開かれるんですけど去年の11月に で、その後、ムーンライトコンサートの1回目を初めて体験しました。これはもう参加者として参加したんですけど、で、まあこの時、もうこの時までにはですね、まあいろいろな行事に参加してですね、草刈りには出るし、えー、と、まあその、えー、ムーンライトコンサートの、えー、とステージがあるんですけど、ステージの解体に付き合うとか、まあそういうことをしながらですね、 あのまあ,あの、積極的に地域行事には参加していったっていうのもあるんですけど、でえー、1年を待たずしてですね、えーと、数字が技術館に1回も体験した、まあ、1回体験したと言えば体験したんですけど、準備は体験したこともないのに、ですね実行委員に入りました。<laughs> これ、地域行事で実行委員に入るって結構ですね、あの僕の中ではですよ。 あの結構異例なことであのやっぱりね地域の人と認めてもらえないとあの人変な人だなってう思うと、ね、実行委員にも入れてもらえないしやっぱあの人はよく働いてくれるとか、まあ、そういうのがあってだろうなと思って光栄に思ってですねあの参加してるんですけどんでよく言われるのが、まあ、1年ぐらい経った頃かなそれこそ数字桑美術館がで1年ぐらい経った頃に。 山下さんってもう3年ぐらいいますよねっていう <laughs> 話になって、いやいや3年もいないですよ、まだ1年も経ってないですよっていう話をよくしてたんですけど、今でもね、山下さん3年ぐらいいますよねってよく言われるんですけど、で、その後ですね、えー、と、今ですね、やってるのは、チムアグミ塾っていう、地域学習塾を、えー、の先生をやってますね。あ事務局の人がずっともうここ10年ぐらい、 えっとやってこられたものなんですけどあのもともと高校の先生の川上達夫先生っていう方が、えーとまあ、地域の子どもの健全育成のためにっていうことでずっとやられてたんですよ。で、えー、と地域の大学生と地域出身の大学生に先生を任せてで、あのー、まあ 教育委員会とか、他のところの支援を受けながらですね、お給料を発生させながらっていう形で、まあ、地域で地域を盛り上げていくっていう塾をやられていてですね、まあ、あの、もともと教員だったという経緯もありましたし、まあ、あとちょっと今人がいないっていうのも多分あると思うんですけど、まあ、あの、チームアグミ塾のですね、先生にも、えー、と、お声掛けいただいて、 ね、地域の子供を任す先生ですよ。<laughs> なのでそういうのもあの声をかけていただけたのはすごくありがたいことで、もともと教員やってたし、えー、教育には携わっていきたいなとどこかで思ってたので、まあ、ありがたいお声掛けだったなと思いながら、まあ、感謝感謝ですよね。あのー、向こうもまあ,ある意味、あのーまあ大変、大変なのかどうかわかんないんですけど、 まあ人探してた時にあのー、まあそこそこねの大学出て大学院まで出て <laughs>、あのー、なのに専業主婦というよくわからないことをしてる人を捕まえられたのでまあお互い様だったのかなと思うんですけどでも先生って結構悩むじゃないですか知らない人を入れるわけにもいかないしやっぱ地域のこと知ってる人じゃないといけないし変なこと言う人じゃ困るしっていう意味ではまあ お声がけいただいたのはありがたかったなと思います。で、まあ、このまま流れてですね、この、今回はムーンライトコンサート2回目の参加なんですけども、すでに実行委員という、もう、がっつり地域に根付いていくという。で、まあ、よく言われるのがですね、まあ、これがコミュニケーション能力の高さかどうかわからないんですけど、なんか僕はなんか、前からいたよね感が強いらしくてですね <laughs>。 あのこれまた別の話なんですけどあの一時期ですねこれあのやっぱ縁があったなと思うんですけどその中村家住宅っていう国指定の文化財があるんですけど、まあ、そこの中村家住宅で茂木さんがですねあのオープンのクローズじゃなくて公開の茂木塾っていうのを年、ね、1回ぐらいのペースでやられていてで、まあ、その前からですねあの 模擬塾に参加してたその頃から模擬塾っていうことで中村家に夜中ですねあの日が沈んでから参加してたんですよ。でまあそういう、まあ、そこであの模擬塾の塾生さんがそれはその間は模擬さんとやり取りはするけど実際に会って話すっていうことはないんですけど、まあ、模擬塾の塾生さんが模擬さんに質問をする会みたいな。 会が、えー、と模擬塾っってて中村系住宅であってであすねで今ちょっとお休み中なのかなやってないんですけど、まあ、そこに参加してその後の2次会にふらっと参加してたらまあ「え、あのー、山下さんってもうあその時は多分2期目だったんですけど1期目からですか?」とか言われたり「<laughs> 前からいましたよね?」とかで3期目の時も行ったんですけど「山下さんってもう模擬塾の人ですよね?」みたいな。 僕もお塾入ってないんですよ実はみたいないうことをよく言ったりこう割と溶け込む能力は高いのかなと思ってもよく言われるんですよあの前からいた感あるよねっていうのは <laughs> よく言われたりするのでまあこのんだろうしれっとこのんだろうなあのあの本当はドキドキして緊張してるんですけどあの 知ってますす。感を出す <laughs> あのうまく溶け込むのが割とあの得意な方なのかなと思いながらあのまあこれがコミュニケーションか分かんないんですけどまあ基本的にはやっぱりあの僕ビビりなのでどうしてるかっていうと。 まずですね、相手を分析するんですよね。だから僕、初めの方、ひと言も喋らないです。ひ <laughs> と言も喋らずに観察してるんですね。この人、どんな話してるんだろうどんなことに興味があって話してるんだろうってよく結構聞いてるんですよ。っていうか、自分から話せないっていう、自分からネタ振りができない人なんですよね。<laughs> 相手の話のネタにかぶせるのがとってもあの得意なんですよ。得意というか、そっちの方が あのどっちが好きかっていうとかぶせる方が好きなんですね相手の話に「これこれこうですよね」ってかぶせたり「これってこういう話だったりしますよね」とかまあぶっちゃけ「ちょっとわからないんでこれどういうことなんですか?」とか <laughs> あの聞いちゃう時もありますね。だからそういうのもなんかあ,のあんまり気にせずですねあの言えるっていうのがすごくあのなんかあの初めてじゃない感があるというか。 よく言われるのはですねあの、どっしり構えてるよねとか言われるんですけど、まあ、どっしりなのかよく分かんないですけどね <laughs> あの。まあそういうところもあ,あるのかなと思いながら、うん、あのー、まあコミュニケーション能力、自分のコミュニケーション能力って何かなっていうと、やっぱあんまりおどおどしないようにしてますね。心の中ではかなりビビってるんですけど、あの教育 やってると、あの教室で授業をやるときに、教壇に立っておどおどすると、間違いなく子供がおどおどしたり、緊張し始めるんですよ。そうすると、演技でもあのリラックスした状態にあることを見せないと、子供ってド緊張しちゃうんですよねっていうのがあって、まあ職業、一種の職業病なんですよ。 堂々ととしないといけないいいいいけっっててう癖がついちゃってだから結構あの地震とか何か突然なことが起こると教師って子供より慌てちゃいけないのであの何か起これば起こるほどピンチなほど僕は結構落ち着きます冷静になりますすっと冷静になりますあのどうでもいいことほどなんだろうな びっくりしたり <laughs> するんですけどやばいこれやばいこれはなんかパディクってる暇がねえと思うほど案外冷静になったりするのでまあそういう意味ではですねあのー、なんだかんだ、あのー、いろいろまあ落ち着いて見えるのかなと思いながら、うん、まあコミュニケーションする前にやっぱり緊張を見せないっていうのも一つの テクニックなのかなと思いますけど、まあそのためにもですね、相手の話をよく聞いて、相手のことを知ってですね、まあ攻略方法を考えるというか、まあ攻略というと変な感じなんですけど、あのー、なんか相手のことを分析しながらですね、どういう話が盛り上がるのかなとか、どういうことが激励に触れるのかなとか、まあ一応激励に触れてもいいと思うんですよ。その時謝って ればいいばと思うので、まあ、そういうのもですねあのいろいろチェックしながらやってみることがいいことなのかなとかは思っていたりしますね、うん、なのであの、まあ、コミュニケーションってじゃあどっから攻めていけばいいのかって話をもう少しあの詳しく CM 開けてからやっていこうと思いますそれでは CM いきます アイデアの IOK、OK、えー、っと、7月2日ですね、収、え、録、ー、で進めております。えー、っと、今日はですね、えー、っと、北中オの大スクで、ムーンライトコンサートありますので、もしお時間のある方はですね、あの、中村家住宅、大西テラスなどを調べていただいてですね、あの、6時ぐらいからやってますので、6時から9時ぐらいまでやってますので、ぜひですね、あの、 あのオールデイズのバンドノースフロントとかですねビートルズのバンド、えー、ガジャンさんとかあとは民謡とかエイサーとかもう本当にいに色々色とりどりなんですよであの地域で作る自慢のコンサートなのでぜひ来てもらいたいなと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、アイデアの IOK、OK、はですねあの今日はコミュニケーションについてお話ししております えー、メッセージいただければですね、そのトピックに合わせてお話できるかなと思うので、ぜひぜひメールいただければなと思います。メールアドレスは7 9 7 a m a r k f m g u i n o a n c o m、えー、本日は収録なので、ツイキャスでなかなか絡めないんですけど、えー、普段はですね、生の放送の時は、 えー、ツイキャスでのコメントにも対応しておりますのでですね、もし、えー、と、ツイキャスでもお聞きいただければいいと思います。一応ですね、土曜の昼下がりにお気楽にのんびり聞いていただけるラジオを目指しておりますので、で、えー、と、提供はですね、婚活モールさんの提供でお送りしております。えー、NPO 法人婚活モールはですね、あの、結婚したい人を応援しておりますので、 ぜひぜひあの興味がある方は議論安心大山にありますので支援もかかっておりましたのでぜひ <laughs> お聞きいただければなと思います。はい、それではですねちょっとコミュニケーションの話をするんですけどまあ基本的にですねちょっと事業のやり方と絡めていくんですけどやっぱ相手を知り己を知り敵,敵を知り己を知れば百戦危うからず まさに孫子の兵法の一つなんですけどまあ敵ではないんですけどね顔を知りって言ったりしますね相手を知ってで自分のことを知っとけばまあ何でもうまくできるよっていう捉え方を僕はしているんですけど、まあ、コミュニケーションは戦いではないのでねでやっぱあのー、コミュニケーションの一番スタートは相手のことを知ることで受け入れ受け止めることですね 全てを理解しなくてもいいんですよ。相手の人がすごく強く信じているものをいちいち否定する必要もないので、あの批判もわざわざ、まあ、してもいいと思うんですよ。してもいいと思うんですけど、まあ、スタートでする必要はないと思うので、まあ、その辺も含めてですね、あのー、まあ、相手のことをよく知ることかなと思ってます。で、相手を知れば、あとは、なんだろうな、自分の経験と、 結びつけていくっていうことがすごく大事なのとやっぱ相手のいいところを褒めるっていうことも大事ですね。で、えー、と今、えー、と北中城の大城でまあ大城とか、えー、と隣の小城堂と一緒にのこの子どもたち向けに、まあ、地域学習塾ということで、あのーまあ、地域の塾の先生をやっているんですけども。 えっと、まあ、まあコミュニケーションというのかなちょっと授業に近いのかもしれないんですけど僕ってあのまあよく言うんですけど教師やってたんですけど教えるのが苦手な教師なんですよ <laughs> なのに教育してたのどうやって教えてたのってなるんですけど教えずにですね子どもたちがやるようにするのが得意というか、まあ、そうしないとできない人なんですよねあの あれやりなさいこれやりなさいって苦手で僕やりたくないことはやりたくない人だし食いたくないものは食いたくない人なので <laughs> その日の気分によって違うのでそのそうではなくてあの大人に言われてやるんじゃなくて、まあ、自分たちで決めてやれるのが心地よいよねっていう形でやるのが得意だったので子供たち結構それで あのー、自分たちでやるんですよね。まあ、授業しないわけじゃないですよ。授業はしんちゃんとするんですけど、あのー、基本スタンスがそこなんですよ。教える気があんまりないっていうのがあって。で、地域学習塾をやってるんですけど、これ、塾っていうほどでもないんですよ。もう集まり、寄り合い場所を作っているだけで、なんでかというと、塾みたいなことができない理由としては、えっ、ー、と、下は幼稚園から <laughs>、上は高1まで集まってきます。 つまりですね、塾って教えられないんですよね。小学1年生の子に高1の話はできないじゃないですか。中3の話を小6にはできないし、まあ、小1の話をね、中3が聞いても仕方ないので、あのー、基本、自習がスタンスなんですね。なので、まあ、自習を心地よくやってもらうためにはどうしようかなって考えるわけですよ。まあ、この子供心っていうのはですね、 結構自分が子供の時を思い出せば手に取るように分かるんじゃないかなと思っていてなのでまあ子供って子供が集まれば遊びたい生き物じゃないかなと思うんですよねで僕実は塾ってあんま経験がないので塾ってあんま行きたくないものだと信じてるんですけどそれでも彼らは来てるわけですよねあの年間1000円の保険料だけで あとはまあ授業料とかは特にないんですけど、これはあの教育委員会とか経由で予算組まれてですねあ、のあのちゃんと僕の方には給料が来るんですけど、給料というか、手当があるんですけど、まあまあ子どもはまあそれまあ無料であっても親に行っておいでって言われてるのか、来るわけですよ、一応ね、塾という名のつくものに。 で、一応2時間なんですよ。2時間。で、2時間は僕でも辛いんですよ。<laughs> 僕、勉強嫌いな子なので、僕でも辛くて、で、いつも言ってるのが、うーんと、君たちはまあ一応ね、1000円払ってねお、お父さんお母さんに送り出されてきて、お父さんお母さんかおじいちゃんおばあちゃんか分わからんけど、送り出されているわけですよと。だから頼むから、 頑張りノートというか、家庭学習、宿題だけはやってくださいと。で、1時間だけは集中する練習だと思って、えー、っと、1時間だけはちょっとね、宿題もあるだろうし、我慢して集中してくださいと。あの、集中できない人は、あのー、外に出てくださいと。<laughs> あのー、先生が中集中してほしくないからではなくて、 ここに勉強しに来ている人もいるから、誰かがうるさくすることによって、その人が勉強されしたいって、しようとしている邪魔はしないでくださいと。何かしたいことをしようとしている、特に勉強するためにここに集まっているので、その邪魔だけはお願いだからしないでくださいという形でやってます。で、残り1時,1時間かって、宿題なんて1時間も集中者できるから、 あの、一周中した人はもう残りの時間は、まあ勉強してもいいし、あの、頑張りノートっていうのが沖縄にはあるんですけど、頑張りノートやってもらってもいいし、ね、あの、遊んでてもいいですよと。<laughs> その代わり、遊ぶにしても勉強の時間のだけは、あの、勉強してる人の目につかないところで遊んでくださいっていう形で、あの、始めたんですね。あの、第1回から。で、今、第6回目なんですよ。で、 みんな宿題持ってきてやってたんですけど、もう第4回目あたりからですね、先生宿題終わったけど何したらいいっていうやつが出てくるんですよ。偉 <laughs> いねと。お家でやってきたんだねと。<laughs> 子供は多分遊びたくてですね、あのー、宿題やってくるんですよね。面白くないですか、あのー、地域としてはお家で家庭学習がなかなかできないかもしれないからっていうことで、地域学習塾をやって、 家庭学習のところをフォローしてが宿題をさせようとしているにもかかわらず子どもたちは遊びに来ると <laughs> そのために家庭学習をお家でやると <laughs> もうね目的に外れない大当たりな <laughs> だからあの何も教えてないし基本的に「ごめん静かにして」とは言いますけどあの宿題はやって帰ろうねみたいな。 お父さんお母さんかおじいちゃんかおばあちゃんか分からんけどねえ行っておいでって言った人に帰ってから怒られるの嫌でしょうとかあとお家帰ってから進まんよとか言いながらもうせっかくここ来てるんだから宿題終わらせて帰,り帰ってっていう感じでしか言わないんですけどまあ,あの子どもの言葉を信じるならば皆さん宿題を終わらせてですね帰っていくと。 で大体小学生だと本当に1時間ぐらいで宿題終わったりお家で宿題やってくるお家でやってきたよって言うと僕がまあちょっと若干大げさに「おおすごいな」とか言いながら「何するわけ?」って言うと「わからん!」とか言うから「じゃあ本でも読んどいて」みたいな感じになるので、まあ、子供たちは逆に宿題をしてくることに快感を覚え始めているのかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、ちょっとなんかコミュニケーションと脱線してるんですけどこれを信頼関係ってすごく大事で 僕、こういうコミュニケーションを取りながら、子供とこう絡むんですね。で、子供と絡みながら、結果、子供に宿題しなさい、あ勉強しなさいよって強く言って、縛り付けることを基本的にあんましてなくてですね。その代わり、本当に勉強してる人の邪魔はしないよっていう話はするんですけど、まあちょっと幼稚園生にはちょっと難しいかなと思いながら、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちは、あの、ちょっと困ってる様子なんですけど、あのー、 前半1時間ですね、まあ、ちょっとそこを耐え抜くと、子どもたちはドッジボールしに、小学生たちはドッジボールしに、残り1時間の間、外に出ていくので、まあそのまあ、30分ぐらい集中時間でしたら、その時間がちょっと中高生にとってはチャンスで、そのときに思いっきり宿題を進めてたりするんですけど、 うん、なんかそういうコミュニケーションの取り方というかで、まあね、お兄ちゃんお姉ちゃんたちはすごく子どもたちの気持ちも分かってるので、ね、近い分だけ遊びたいんだろうなでもそれを我慢しながら、ね、宿題することもなかなか素晴らしいなと思いながらその辺を認めながらですねあのお互いに無理のないようにしていたらなんか自然とこうコミュニケーションも取れてきたしで、まあ、まあまあ先生先生しないんですけどね で、あのー、子どもとのコミュニケーションって本当にまさにここで、子ども理解ってとっても大事で、あのー、まあ、自分の子どもたちともコミュニケーションを取るときも、やっぱり、この子どもはどういうことを考えたいか、どういう方向でしたいのかとか、まあ、あの、全部付き合いはしないんですけど、自分の子ども特に。<laughs> 失礼かもしれないんですけど、あの、家庭の中でもコミュニケーションってすごく大事で、あのー、 あのー、やっぱ夫婦との妻とのコミュニケーションはまあ意識的に大事にするようにはしてますね。あのー、こんなことがあったよとかあんなことあるよとかこういうことあるから今度はちょっとごめん迷惑かけるねとかそういう声かけってすごく大事にしてて、えー、っとうちの、えー、っと家庭我が家のうちの親の家庭じゃなく我が妻と僕の家庭の家訓がですね 尊敬と感謝です、あのー、尊敬を忘れないっていうことと感謝も忘れないとこの両方を忘れない、あのー、例えば妻、えー、僕が家庭家お家で育児とか家事とかをしているんですけどそれができるのは妻が働いてくれてるおかげだし妻の理解があるおかげなんですよねで逆にまあ妻も思ってると思うから言うんですけど えと僕が妻が仕事できてお家帰ってきてもご飯作らなくても何も文句言わないのは僕があのご飯を準備するようにしてるからなんですよね。でこのお互いに尊敬できるところがあって感謝をするっていうのもコミュニケーションのすごく大事なところで、まあ、感謝をするっていうのはすごくコミュニケーションとしては大事かなと思いますね。あの話話すってて結構、まあ、話してもらえるって どうっていうとちょっとへなんか卑屈な感じもしますけどやっぱ会話してもらえるってだけでもありがたいですし、ね、ちょっとまあきついことも言われることもあるんですけどそれはお互い様なのでまあそれもありがたいなと思って受け止められると、ね、ちょっと言い過ぎたと思うとねお互い「あごめんねさっきは」っていう話もできるしやっぱお互いがお互いを尊敬して感謝しているから。 まあいい良質なコミュニケーションが取れてるのかなと思いますね。なのであのー、まあちょっと話がどん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 いろんな例え話ばっかりになってるんですけどうん。やっぱその感謝されるとやっぱり嫌な気持ちはしないのとあ,あとですね感謝もね言葉だけじゃダメなんですよ。あの感謝したらあの行動で示すと。あ,ありがとうね今度こういうことで恩返ししようねっていう形で。 ありがとうだけだとね、人間ってね、持たないんですよ。で、まあ、行動だけじゃなくて、例えば、花をあげるとか、そういうことがすごく大事であの、何か記念日じゃなくてもですね、花をあげると、あの女性の方は喜んでくれたりしますね。まあ、うちの妻はですね、花か甘いものなので、まあ、それも、これも相手を知るなんですよね。これもコミュニケーションで、で、でコミュニケーション、まあ、 あの言葉のコミュニケーションが大人になるとがぜん強くなるんですけどうちの息子たちはまだまだちょっと言葉の発達が遅いらしくてですね <laughs> 遅いらしくてっていう感じの親なのですいませんって感じなんですけどでもあの言葉じゃなくてもねあの子供はすごくコミュニケーションを取ってくるんですよ。っていう言葉があるみたいに言語っていうのはですね体の動きとか表情とかですね ててて含ままれてくるので、まあ、サインって言っ言たりしますね手話も言語の一つですね。なのであの、まあ、子どもの様子を観察しとけば子どもの気持ち全ては分かるわけではないんですけどあこうしたいのかなああしたいのかなって思うと次の一手が踏めたり、まあ、次の一手を踏まなくてもじゃあどうしたらいいっていう声かけをしたりですね。まあ、これはちょっと子育てに近い 子育てよりのコミュニケーションですけどね。あのー、普通の一般の大人同士でこんなことしてたただの嫌味なやつなので。だから、ここがね、TPO なんです、今度。TPO。うん。時と場合と目的によって。えー、タイム、プレイス、オブジェクションだったかな。<laughs> あのー、TPO って言葉なの、最近聞かなくなったよなと思いながら。なんか、やたる中学生の頃は TPO、TPO って。 ね、聞いてた気がするんですけどあのー、まあなんかそのそこら辺もちょっと意識しながらああここで言ったら、まあ、空気を読むっていう言葉はあんま好きじゃないんですけどやっぱここで言ったら失言になるなとか、まあ、そういうことはすごく意識した方がいいのかもしれないですねでまあまあ僕よく話しするのはコミュニケーションがうまいよっていう人と 話が上手だよっていう人はあんまり信用しない方が <laughs> いいと思ってますねあのー、コミュニケーションが上手っていう人はただ喋りが上手な人ただただしって自己満足してる人が多いですまあこれはあくまで傾向ですよだから僕はあんまり自分でコミュニケーション上手って言いたくないんですよね <laughs> 言いたくないけどまあ一応コミュニケーションの話するからこういうコミュニケーションで溶け込むのが 溶け込んでいきましたよって話をあえてしてなんとか裏付けをしてるんですけどで話がが上手っていいう人が一番怪しいですあの学校の先生って話上手な先生多いんですけど特に校長先生とか話上手だと思ってるんですけどほとんどの人が校長先生の話上手と思ってないですよね話なげえよ校長みたいなこれもうあるあるネタじゃないですか貧血で倒れるみたいな もうある意味殺人的なね <laughs> 話の長さっていうあの言いたいことをうまく言える人が話上手じゃないんですよねあの必要なことを必要な分だけ相手に伝わるように言えることが話が上手ってことなのであのおしゃべりと話が上手は全く違うのであのー この辺はちょっと意識しないといけないよなと思います。あの特にですね、あの教員っていうのが案外話が下手なんですよ。<laughs> <laughs> あのなぜかと思うなぜかというとあのまあ教員やってた頃ですね。あのどうしても新人の挨拶って言ってあの新しい学校に赴任したら、う生徒を前にしてまあ知らない人じゃないよみたいな先生ですよみたいな何をしてる先生ですよって伝えないといけないので。 あのー、自己紹介するじゃないですか。で、まあ小規模だとそんなにいっぱいしないんですけど、大規模だと20人とか25人ぐらいいるわけですよ。で、まあその前の集,集会の前とか、その国の挨拶の前に1分以内でお願いしますとかお願いされる割には、みんなで、ね、3分も4分も5分も話す人がいるんですよね。子供の身になってみろよと。はじめ、おはようございますから始まって。 でなんかすごいあ、この学校はいい学校ですねみたいな同じような内容を延々と25回繰り返されると辛いじゃないですか。ここがコミュニケーション能力だと思っていて相手の気持ちに立った時にどういう自己紹介がいいのかですよね。いや、自分のこと知ってもらいたいんだと思いますよ。あとは、まあ、話す場をもらったから話さないといけないっていうのもあるかもしれないんですけど あのー、僕が毎回おすすめしているというか僕が今まで一番成功例が一番こう反応が良かったものですねあのー、あのー、まあ,あの大体技術の山下浩二って書かれてるのであのー、自分の自己紹介が回ってた時にみんな自己紹介聞いて疲れてませんかって言ってもし先生の自己紹介がいいと思ったら大きな拍手をしてくださいそれではいきます 山の下に幸せ二つで山下浩二です。おしまいって言ったら、みんなシーンですよ。シーンとしてから、あ終わったのかって言って大拍手です。で、その後、山下先生、自己紹介よかったよって子どもたちにたくさん言われると。ね、あの、意図せずですが、僕が長く話したくないっていう,いうのもあったんですけど、僕、こういうことばっかり結構やらかしていてですね、でも結果的に子どもにとっては、 あの長い長い演説のような自己紹介を聞かなくて済んだっていう喜びとなんか変わったことした先生がいるっていうねあのしかもおしまいっていうのがすごいその時期流行りました <laughs> ですごく何か授業でもおしまいっていうといい感じで終わるんですよねだからそういうことが結構結局こ,れコミュニケーここがコミュニケーションだと思っていて僕が自己紹介を投げて で、子供たちがそれに対して返してくれて、それをうまいこと今度おしまいとか授業で使うことで有効利用して、で、また子供が今度乗ってきてっていうのをやり取りする。まあ、リレーション、信頼関係って言ったりもするんですけど、こういうコミュニケーションの取り方もあるよなと思いながら、うちの妻がですね、えー、っと、結構大きな学校に赴任した、あ復職したんですけど、えー、っと、えー、自分の名前を 自己紹介し、あの、まあ、これは同僚の先生向けにやったやつらしいんですけど、自分の名前だけ <laughs> 言ったらしくて、あの、すごく良かったよって言われたらしくて、そうですよね。大人でもそうなんですよ。大人でも長い自己紹介なんか聞きたかないよという。あ、いや、もちろんですね、あの、こじんまりした学校で、その自己紹介する人数が少なければ、ちょっと長めに話すっていうのも手だと思うんですけど、あの、やっぱね、あの、インパクトがに残って、 といいいいいっってて相手に負担がかかかららないのをどううしたらいいかっていう結局コミュニケーションって思いやりの部分がとっても大きいのであのそういうのを少し考えると相手の気持ちに立ったらっていうのはすごく大事な気がしますであとですねまあよくやってたのはですね小さい学校だとまあ一応マイクに頭をぶつけるっていうのはお決まりでお決まりでやってましたけど <laughs> やっぱねあのちょっと先生ドジな方が あの好感を持たれるんですよね結構戦略的にやってるいやらしい先生なんですけど、まあ、そういう意味ではあの、うん、あのいろいろあの試しながらですね子どもと遊びながら学校現場に立っていったっていうのを思い出しますでまあ僕の得意分野は本当にこのんだろう切り返しの速さなんですよねあの子どもが何か言ったらそれが子どもが何も言えないようなことで切り返すとか うん、例えばあのなんかジュース買ってとか言ったらお金持ってないとか平気で言うのでこれ言えないだ大人が多いんですよねもう言っちゃいよと <laughs> 思うんですけど、うん、なので、まあ、そういう意味ではあの子どもとのこの店舗っていうのを結構まあ関西人だからかもしれないんですけど大事にしてたりします。まあ、あのこれはですねかななり <laughs> あの結構僕いろんな人と本当に コミュニケーションというかこういうやり取りを教育現場に近い形でのようなやり取りをやってきたのでできるのでまあ難しいかもしれないんですけど相手の話をよく聞いて興味のあることとか共通することを丁寧に返していくっていうのはとっても重要な気がしますね。それが多分コミュニケーションの一歩になるし、 で、コミュニケーションの一番大事なことは、相手も自分もお互いのことをよく知ってるなんですよ。で、ここがないとコミュニケーションってスタートしなくて、あの、会話できればコミュニケーションかっていうと、僕はそうじゃないと思っていて、カンバセーションっていう言葉もありますしね。コミュニケーションっていうのは、相手の土俵というかね、相手のこの、うん、相手のこの、なんだろうな、能力とか、相手の考えとか、いろんなことを知った上で、 その間ち,ゃちゃんとそこの立場を守りながら話していくっていうことが大事であの一方的な意見の交換にならないっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思ってます。でまあちょっとあの婚活モールさんのあれもありますので少し婚活モール婚活と絡めていくとですねやっぱ相手の話をしっかり短くても聞くその中で 相手の褒めれるところは褒めたり相手で自分と絡むところは絡めていくことがすごく大事なのかなとまああとなんかねかっこいい自己紹介が1個持っとけばねぐるぐる回る時にも便利かなと思うのであの分かりやすくて長くなくてパッと覚えてもらえそうな自己紹介をあの持っておくっていうのは一つの手段なのかなと思いますね。 その中でインパクトを残すっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。そのためにはあのいろいろ考えていくっていうのが手なかなと思いますね。あのやっぱね簡単にな近簡単な近道を探すの難しいですよ。やっぱちょっと頑張ると近道があ道が近くなっていくというかそういう努力も少し必要なのかなと思いながらあの皆さんの婚活を 見守ってたりするんですけどあちなみにですねえーえー、っとですね少しあの婚活モールのイベントのお知らせもしていきたいと思いますえー、っとですね婚活モールではですねえー、っと7月3日、えー、この放送の翌日もうあのー、多分いっぱいなのであれなんですけど島造りを作りながらですねあのー、イベントをやる 予定で,すでえっ、ー、とそれと一緒にですね各駅停車っていうイベントもしてますのでまた興味のある人はご連絡くださいでえっ、ー、と婚活のイベント系ですねお見合い系ではなくイベント系のものだとえっ、ー、とですねイオンボールの沖縄ライカムねもう 1, 1年迎えましたねえっ、ー、とそこにですねオリオンのビアホールがありますでそこでですね婚活しましょうっていうことで 8月21日と9月25日ですね、婚、あ、活、のー、のイベントがある予定です。で、40名、40名の80名ですね。で、まあね、イオンモールライカーも行ったことない人も実はいるんじゃないかなと思うんですよ。あのー、なかなかね、人が多そうで、遠ンいかなと思うので,で、時間はですね、18時から9時。うん オオリオンビアホールライカム店の貸し切りがいいですよね, <laughs> ねやっぱ婚活ってまだまだちょっとなんか恥ずかしいイメージもあると思うし知り合いと会ったら何て言ったらいいのかわからなかったりするので、あのー、貸し切りの場所でゆっくりできたらいいなと思ってますでチケット制で婚活モールの店舗またはファミマのファミポート E プラスのチケットも で、売ってたりしますので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、婚活モールで検索していただければいいかなと思います。で、ポスターもですね、どんどん貼っていってますので、ぜひご覧ください。で、ね、本当に暑い季節が来て、オリオンビールの季節ですよね。沖縄といえばやっぱオリオンビールが合う。まあね、いろいろいます。キリア派もいます。旭派派もいます,がすけども、 えー、オリオンのね、美味しいビールが飲めるので。で、しかもですね、実は、お本当、スタッフ、最北,北端のファミリーマートが出発したなんかしてるそうなので、スタッフが。ぜひぜひですね、あ僕もあのスタッフとして入る予定です。<laughs> 入るかな <laughs> ちょっと分かんないですけど、まあまあ、入ったら、またよろしくお願いしたいなと思います。で 婚活モールのイベントの良さっていうのはやっぱ婚活モールって定期的にイベントしてるのであのスタッフさんが大体あ大体とスタッフさんが同じなのであの結構まあ本当は早く卒業してほしいんですけど <laughs> スタッフさんと仲良かったりスタッフさんと相談しや,かしやすかったりしますある意味あの婚活でイベントで行ってああの顔見たからあ婚活のイベント婚活モールのイベントここにあるんだなって分かるようになるので そこは少し安心なのかなと思ってます <laughs> あの <laughs> えっとまあいろいろですねあのイベントもありますので婚活モールちょっと調べてもらえたらなと思ってますのでよろしくお願いします、えー、それではですね今日実は収録、えー、生放送を収録合わせて2時間話してきましたのどもそう限界値を超えようとしています <laughs> えっと、そうですね。もうあと40秒ぐらいなので。また、えー、っと、7月9日ですね。生放送でお会いできたらいいなと思います。メールもたくさんお待ちしてます。より良い1週間をお過ごしください。アイデアの IOK、OK、でした。 日の下がり皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、アイデアの IOK、OK、収録により <laughs>、えー、6月25日土曜日に <laughs> 2回目の放送という <laughs> ことになっております。えー、と本日は7月2日ですね、えーと。本日ですね、北中ぐすく村の大ぐすく、中村家住宅のそばでですね、えー、と6時ぐらいからですね、ムーンライトコンサートがありますので、 ぜひとも足を運んでいただければいいかなと思います。